毛無山は、鳥取県と岡山県にまたがる、標高1218メートルの山、大山沖国立公園の一部をなす。大和渓谷社による中国百名山の一つに挙げられているほか、山頂付近の片栗群落が環境省による香り風景百選に選出されている。山頂付近には三等三角点、太郎が設置されている。石英安山岩からなる山丘である。中国山地を形成する山であり、北東側の稜線をたどると、金ヶ谷山、三平山、象山を経て、伯耆大山に至る。南には、二子山、大倉山を経て、道後山に至る。二子山との間の暗部には40曲峠があり、国道181号が鳥取県日野町と岡山県新庄村を結んでいる。西方へも稜線が伸びており、宝佛山、古峠山と続いている。戦力岩類が散在する北側斜面は急峻で、山麓には日野川の支流俣野川があり、中国電力管内では最大級の俣野川ダムによる猿飛湖が作られている。また、山頂から500メートル西側には、鳥取県日野町との町境がある。西斜面では黒色千枚岩が見られるが、これは古生代のものである。岡山県側の南東山麓は、標高800メートルから1000メートルの平坦地になっており、一級水系旭川の支流の一つ、新城川の源流がある。禿山のように見える円形から、毛無山の名称があるが、実際には山頭には低木が茂っている。かつては、修験道の霊地にもなっており、不動明王の石像が置かれている。毛無山と東隣の白馬山山頂を結ぶ稜線沿いには、片栗の群生地があり、鳥取県側からの登山ルートでは、片栗広場と呼称している。この群落周辺での晩春の片栗やブナの新緑は、環境省の香り風景百選に、毛無山ブナと片栗の花として選出されている。また、林野庁による水源の森百選では、毛無山ブナ林として選出されている。これらの山林、かつて畑たら製鉄が行われていたが、後に二次林が形成されたもので、近年は岡山県による公有化が進んでいる。岡山県、鳥取県の両側から登山道が整備されている。岡山県側では、村営の宿泊施設、毛無山の家が置かれ、ここから約90分で山頂に至るルートは、初心者向きとされている。鳥取県側からは、県道113号から林道宝仏山線を、経由して登山口へ至る。登山口からは約50分で4合目の宇土山山頂に設けられた展望台に至る。さらに、峰伝いに8合目の片栗広場まで登ると、毛無山と白馬山への分岐がある。そこから10分ほどで毛無山山頂に至る。山頂からは大山、蒜山、弓ヶ浜半島、さらには沖頭を一望することができる。ありがとうございます。